さあ今日は旧道の方から行きますね。最近走ってる平張街道は、まあちょっと行くと旗子の跡があるっていうね、どの建物が旗子かは私もよく分かりませんが、やっぱり街道沿いっていうことで、この通りもね、いろいろ変わったでしょう。天白タイヤセンターはまだあるわ。まあ私もあの結構平張は学生時代にいろいろお世話になったところなんで、まあ思い出の地ですね。かなりあらゆる印刷、平張印刷、あらゆるっていうね、いいね。飲みどころ、あんず、人生いろいろ、本当人生いろいろだよね。この前ね、ちょっとフルールの話を東山暗渠の動画の中でお話をしましたけど、まあ人生生きてるとね、いろんなシチュエーションがあって、薄ぼんやりとした記憶の中でも、ああこの雰囲気良かったよな みたいなシーンっていうのはね、皆様の中でも終わりかなと思いますけど、もう一つはまたこれもう一回味わえたらいいなと思う、そんなシチュエーションあります。結構ね、地味にあの仕事で海外出張はまあぼちぼち行ってたんですよね。まあとあるグローバル企業って言ったら聞こえがいいけど、まあ割と東南アジア圏にいっぱい出してる会社に勤めていた時、まあ社員旅行もあの海外旅行でしたね、その会社は。だからまあ割としょっちゅう海外行かせていただいて、海外旅行行くとね、まあ、まあ当然昼間は仕事がありますけど、ちょっとなんかアンケみたいなのつけて、急遽ちょっと予定変更、暗渠みたいなのを見つけたのでちょっと入ってきます。おお、すげえ。暗渠じゃない、用水路じゃない、排水路、すごいな、こんなとこあるの。味があるね。でもずっと行けるんかな、まっすぐ行けんな。すぐ行けなんだ。それしてもめちゃめちゃ狭い道、これどうえらい狭い、自転車しか走行できません。こんな通りあるんだね、もう平張り原口くんね。おー、初めて通った。あ、こっち、あ、こっちは人のお宅だ、お庭だ。この排水路沿いか、ずっと道がありますね。これ外出れるか。あ、よかった、出れた、出れました、はい、ちょっと寄り道しました。正確に言うと向こうが旧道か、向こうが神田桂店、いいよね。あっちの旧道はね、まあそんなにレトロ残ってないで、まあでも言っとく、また動画探すの大変だね、過去の動画は。あれこのシーン撮ったけどなみたいなね、ことがよくあるんですけどね、それを探すのいつも大変でね、はい、こっちが本当の旧道ですよね確か。この辺若干レトロが、レトロ風、まあ、だいぶリフォームしてるからね、わかんないけど、うん、こっち側もそうですね、かなりいいね、かなりレトロ、奥の家もレトロだ、うん、ここにプロパンガス看板、この看板がちょっぴりレトロでいいね。でここも昔ながらのお家でしょう。ああ、なんか私のね、おじいさんおばあさんちを思い出すな、こういう感じだったわ。ということで、旧道の旧道を走っております。旧道の旧道ってなんじゃっていうね。あ、このちょっと瓦が下がってきてるな、古いお家はね、体が重みで屋根が下がってきますね、はい、神田桂店。ああ、来た来た、ちょうど左行くとマックの裏ぐらい出るかな。話がね、飛びました。結構海外にはお仕事で行っていて、でまあ仕事が終わってから夜ですね、駐在員と行くので、どうしても日本料理屋が中心になるわけです。まあそういうとこ行ってね、そういうとこ行って、であとはスナックみたいなとこ行って、カラオケスナックですかね、行ってなんか日本の歌を歌って、日本の懐かしみみたいなねそんなシチュエーションがよくあって、地味に海外で言うと演歌っていうのがね、何かこう味があってよかったなって今も思い出します。まあなかなか今の仕事で行くことないし、
プライベートで行っちゃ面白くないです。やっぱ仕事で行くからこそなんですね。はい、丸見薬店。はい、ここの唯一残るレトロ丸見薬店ですよ。ここぐらいだよね、残ってんのはね。こうはっきり昭和30年代ぐらいの趣があるってのはここぐらいですかね。この家も結構レトロでいいね。まあでも随分建て替わりましたよね、うん、もう、あ、ここもなくなっとるじゃん。何があったここ。ちょっと過去動画あったら引っ張り出していきますけど、何があった、更地になっとるな。ここ、ここ。ここがまあまあ古いよね。まあまあ古いけど今疲れてるね、ここは。ここも風情やね。あれ大きな、すごいね。何の紙だろう。でまたここがね、土壁がいいよね。いい雰囲気を醸し出してますね。素敵だ。ここがまたど狭い。ど狭いですよ。まあそこの富士山滑り台の公園に出るんか。よいしょよいしょ。暑い夏のお盆、暑い夏の日に旧道を巡る、いいね。ここのね、また土壁がいいよね。ここの土壁たまらんね。これいいよね。これどこ来たかしらんっていう感じ。いいね、この土壁がたまらん。でそこ地味にレトロなのがこの建物。これ当初信用金庫でしたけどね、平張4丁目。これ古いの残ってる、記念病院の研修センターになってる。喫茶平張は完全になくなっております。電柱の看板も取っ払われております。さあ平張街道、いわゆる旧道の旅、平張館内に入ってまいりまして、ここはレトロ残っとるね。ワイシャツの尾崎、ここね。ワイシャツの尾崎洋服店と利用かな、バーバー村瀬、村瀬線多いよね平張は。ワイシャツ尾関の横を通ったんだけどね、懐かしい香りがしたね。いわゆるあのおばあちゃん家の香りっていうの、古い埃の香りとか、いろんな香りが混ざったあの独特の懐かしい香り、あれがしましたね。